はい、ゾーンパーートナーズの大森です。今日はですね木のの種類と花の時期を覚えるコツについいてのお話をいたします、えー、とですね先日ご質問をいただきましたので検討をいたしましたねこちらはね、はい、で前半はですね私の体験談でですね後半はですね勉強法とあと覚えるコツについてのお話をいたします、はい、木の種類と花の時期を覚えるのにですねかかった期間っていうのはですね私の場合は23年ぐらいやっぱりかかりましたねでまあそのぐらいかかったんですけれども勉強方法を何も検討せずに ずに、しかもその時の会社はですね、誰も何も教えてくれなかったという感じで、まあそのぐらいの時間がかかったということですね。まあでも教えてくれないっていうのはもしかしたらちょっと当たり前のことなのかもしれませんね。まあ、いつまでもね、やっぱ僕も学生気分が抜けなかったのかなというのはありますね。学生気分ではいつまでもいけないということですね。しかしですね、やっぱ会社もですね、教育を放棄するっていうのも良くないと思いますんで、まあねあの僕もね会社を立ち上げましたんで、勉強の方法っていうのも検討いたします。 ましたねでまあ私はですねその当時と仕事についていくために必死で勉強しましたねまあ、この木切っといてって言われたその木が分からなかったらですねやっぱ切れないわけですからねじゃあ例えば「ムク切っといて」って言うれて「毛がどれですか?」っていうのもねなかなかやっぱ仕事してるのに「いやまだムク毛も覚えてないのか」って言われちゃったりね。 すると思いましたんで、僕は必死に覚えていきましたね。まあ、当時の私の練習法はですね。目に入った木をですね。全て思い出してで、まあ、心の中で木の名前を言うっていうものでしたね。まあ、例えばですね。こう車ブーンって走ってて、あの木なんだったっけなあ。貝塚とかね。<laughs> ブーンってあの木なんだったかな。えー、っとサルスベリーとかね。なんかそんな感じでね。あのずっとあの木のことばっかり考えて、あの木なんだったかな。あの木なんだったかな。あの木なんだったかなって言って四六時中考えていたような感じにしましたね。まあ、それで1年か。年 ぐらいでで木の種類自体は覚えることができました、ねでまあそれでもねわからない場合思い出せない場合とかね、まあ、記憶できてなかった場合とかっていうのはですね、まあ、家に帰って、まあ、本とかネットとかで調べたりとか、まあ、あとはですね運が良かったのはですねお客様と話す機会がね結構たくさんあったんですけれどもお客様がですねわからない木を教えてくれたりする場合がありましたんでそれでねこう必死にそれを全てメモしてあそこの なんとかさんのお庭のこの角にある木と同じ木だなあじゃあ不要だなとかねそんな不要って書いてあったりねなんかそんな感じで覚えましたねまあそれがね一つ僕としてはまラッキーだったのかなって思っております運が良かったなと思ってますまあ、何度も反復して覚えたんですねでまあそのおかげで木の種類は1,2年ぐらいでね覚えたんですけれどもまあ、次にね花の時期を覚えるんですけれどもねえと同様に注意して、えー、注意してこう記憶してですね一つずつ覚えるようにしましたねまあ、だから例えばサ っていうのが分かってもサルスベリの花がいつ 咲くのかっていうののはその時点ではちょっっとと覚えてななかったと思うんんでですよなんでその後付けでこう覚えていった紐付けて覚えていったっていうような感じでしたね。木の種類にプラスでで記憶を追加ししたた感じでしたね、はい、なので木の種類を先に覚えてで次に木の種類木の特徴や開花期を覚えていくという感じでしたね私の場合は。でまあ前半はこのぐらいの感じでまあ私はねどういうふうに覚えたのかっていう話はここまでです。でここから後半なんですけれどもここからですね私の会社でやっている。 勉強法っていうのを紹介していきますまあ、これ実際にねあのうちの職人が木の種類を覚えたりとかあとは木のね開花期を覚えたりとかですねまあ、木の特徴だったり覚えたりっていうのに使っている勉強法になりますねで勉強法はですね2人1組でやります、えー、1人でもできるんですけれども2人の方が分かりやすいですしまあ、2人以上だったらもっと分かりやすいっていう感じですねまあ、2人以上の方が効率がいいんでまあ、おすすめですでやり方としてはですね現場がいろんな現場がねうちの会社の庭屋 でやってますんで個人のお客様のおうちにしか行かないんですけれどもそこでね一番最初はあのお客様に挨拶しましてじゃあこの木とこの木とこの木とやりますよなのか全部やりますよなのかっていうま話をしてですねその後にですねじゃあ早速やらせていただきますって言った後にですね5分間っていう時間を決めてですねえっとぐるっと1周回って。 えと先輩だっっったり木木をを知知ててるる人、人の特徴がですね、この木は何ですかこの木は何ですかって1本,ずつ、まあ、1本に対してね5秒か10秒ぐらいの猶予を与えてすぐに即答できなければ次の木に行くとすぐに即答できなければ次の木に行くつすぐに即答できなければ次に行くとでその時にですね必ずあの、この木は何ですかうーん 「サザンカです」はいサザンカですっていう風に言わせてね必ず口に出して言うと覚えますんで必ずねじゃあ次の木のこれ何ですかって「うーんこれは木国です」「木国ですね」「じゃあこれは何ですか」って「木蓮」 です「木蓮です」みたいなね「この木は何ですか?」「これさっきあった木とちょっと似てますね」「何ですかどれですか?」「この木なんだけど名前は分かりません」「木刻です」みたいな感じでそういう風うに吸ってね時間はこう短くもうすぐパッすぐパッとこう出てくるぐらいにならないと覚えたっていうことにはならないと思いますんで、えー、とその時間はこう短くしといて毎日毎日やると。 何何度も何度もも反復練習するってそういうふうにしてね1日2日3日4日じゃ絶対覚えられないんですけれども1か月経って2か月経って3年経ってってなったらどん,どん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 覚えていきますんで、まあ、一朝一夕で覚えることはできませんので大きい木の状態ね特にあの老木になってたりとか木が育ちきっちゃってる状態とかねあとは葉木の時と生木の時と状態違いますし春だったり夏だったりの時と花が咲いてる時も違いますし落葉樹なのか浄なのか 6時なのかっていうのも違いますまあそれねあのいろんな木のパターン見てあ。 こういう風に伸びてるけど、この木なんだとかこういう風に仕立てられてるけど、この木なんだっていうのを覚えないといけないという感じです。なんで1本をこの集中的に覚えるというよりもザーッとやってってざっくりざっと覚えていくと、あの木とあの木が似てるなって、そういう風うに今度なってくるんですよ。そうすると少しずつ覚えて、えー、覚えられるようになるとで、こっからあの覚えるコツの話なんですけれども、先ほど言った通りですね。木は似てるものが多いんですよ。あの木とあの木似てるからちょっと見分けがつかないな。っていう時に。なって たらようやく覚えるコツっていうのを僕は使ってるんですけれども木は似ているものが多くてですね覚えにくいと思います私はですね逆に似てる木はセットで覚えるっていう風にしましたねまぁ、あ、例えばサルスベリとシャラとカリンこれはですね見る人が見たらめちゃくちゃ似てる木なんですよであとはですねまぁ、あ、桜と梅と桃この辺もですね ああまあ、花,花ももですねこの辺もですねかなり似てるんですよね見る人が見ればもう全く違うように見えてる木でもですね初心者だったりとか始めたばっかりとかあんまり木をね覚えられてない人にとってはですねやっぱり似てる木なんですよその中でですね例えばサルスベリの木の伸び方とかあとはシャラの木の伸び方カリンの木の伸び方あとはですね花の付き方とか葉っぱの付き方とか落葉してるか幹の肌はどうか幹の色はどうかとかねそういう風にして似てる木はセットで覚えておいてその中で血 違いいいいを記憶しててくっていう風な方が覚えやすいですね。一個ずつ単体で覚えていくっていうよりはなんとなくあの木の確かこれかこれかこれなんだよなっていうところまで絞れてなんとなく覚えたのをさらにあこの中のこれでしたこの中のこれでしたっていうふうに覚えた方が多分覚えられると思いますすんなり似てる木の中でやっぱ違いを記憶するのがコツです枝の伸び方や、えー、と樹皮皮ですね えと木の皮だったり葉っぱの形だったりとか落葉しているのか常緑しているのか普段見ない木ほど丁寧に覚えるのが大切になりますね普段これ見ないなっていうのはもう丁寧に覚えないとなかなか普段は見ないわけですからねそれはそれとして覚えておいた方がいいよという感じですね。まあ、自信があるる木から覚えるっていうのがいいと思いますんで自信がある木例えば切った木だったり家に生えてる木だったり街路樹になってる木だったりえっ、ー、と通,通勤の時にね通る ところに生えてる木だったりとかちょっと珍しい木だったりねなんかすごい綺麗に仕立てられてる木とか変な風になんかなってる木とかねそういうのを覚え,られやす覚えやすいと思いますんでまあ、自信がある木から覚えていくといいんじゃないかなと思いますあとはですねやっぱり触ってみる 実際に木の,この幹の肌とかあと葉っぱの感じとか表はどうだろうか裏はどうだろうか表の色はどうだろうか裏の色はどうだろうか木の皮を剥いでみたらどうだろうかとか何の虫がついてるかとかあとは、まあ、切った時に匂いがするような木もありますんで例えばクスだったり月経樹とかねああいうのは匂いがする木だったりしますんで匂いがするかどうかとかねあとは、まあ、あの葉っぱがこすれる音がこうどんな感じなのかとか葉っぱをこうパキンとやったら シャランってなるるの木もあるんですいうことかなんかパキンってなんなかったりするんでまあツバキとかだとこうパキンってなったりとかねあとなんかギザギザになってるとか自分の中でこうの何何個も何個もも出てくるんですよそういうふうにすると少しずつ少しずつ木の種類っていうのは覚えられると思います。なんでざっくり似た人は似た人似た木は似た木でこう覚えちゃってその中で何個かえと種類をっと 覚えていくという感じになりますね。まあ、私としてはですね、どういうふうに覚えたかって言われると、やっぱりえっと、枝の伸び方、あとはまあ、えっと、幹の肌、えっと、葉っぱの色、表とか裏とかね、あとは花が咲いてるか、落葉してるか、まあ、トゲがあるとかもそうなんですけど、そんな感じでね、覚えたと思いますね。新芽の色が違うとか。 えっと、毛が生えてるとかねなんかいろんなのがあるじゃあ虫がついてるとかいろんな角度から木って結構覚えられますんで根,が根のところからイヤゴとかヒコバエがすごい出てるなツゲとかねなんかそんな感じで覚えるんですよ。なんでちょっとでも違う木と,、ね、木と木が違うのがあればそれを覚えていくっていうような感じで覚えていったと思いますね。まああとはいろんんな、まあ、手だだだだっっっったたたたたりりりりり耳目鼻食べたら死ぬ木もありますんで 食べてもいいと思うんですけど食べたら死ぬ木もあるよっていうのもありますんでねその辺も使って覚えられたら覚えればいいんじゃないかなとは思いますはい。でまあ早くてもですねやっぱり1年ぐらいはかかるんじゃないかなと思いますねあとは間違っていても声に出す必要があると思いますねあの木はなんとかカリンとかね言うとカリンじゃないよって言ってくれる人がいるかもしれないんでね誰かがいたら絶対言った方がいいですねこの木カリンですよねとかねなんかそんな感じで言った方がいいと思いますまあ間違っててもね声に出してやると いいう必要があると思まますね、まあ、ちょうどねあの言葉とかも覚えるのにやっぱり言葉出し出さないと覚えられないと思いますんでそれと同じですねまあ、木の名前も言えば覚えますし書いたりしたら特に覚えますしねあのなんかそんな感じですねでまあ花の時期とかはやっぱりねそのタイミング後から覚えていくような感じになりますんで「夏に咲いてた」「じゃあ猿すべり」っていう感じの覚え方でもいいと思いますしサスベリーを覚えた後に「お花はいつ?」 咲くんだろうなっていうふうに覚えてもいいと思います。まあ、同時に覚えるっていうのは結構難しいと思います、ね。で、片方、ね、片方。 っていう感じで覚えていったら、なんとなくいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日はですね、木の種類と花の時期、あとはですね、覚えるコツについてのお話をしております。私のチャンネルはですね、こんな感じでですね、植木の話だったり、まあ造園業庭師さんとかね、あとはまあ草花の話だったり、いろんなことの話をしております。まあ、もしね、チャンネル登録まだですよという方がいましたらですね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。あとですね、いつもグッドボタンいただきまして、ありがとうございます。今回もよければグッドグッドボタンの方いただければなと思っております。あとですね、他に何かあのコメント欄。 なんかね質問いただければコメント欄の方にいただければなと思っております。今回のお話もですね、あのご質問いただきまして、返答しているというような感じです。まあ、返事ができることもありますし、できないこともありますんで、一応見てますんでね、はい、もしあればコメントの方にいただければなと思います。はいということで,ですね、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。